のみ線は、石川県石川郡鶴木町の鶴木駅とのみ郡、根上がり町の新寺井駅を結んでいた北陸鉄道の鉄道路線。通称、愛称は、のみ電。1980年9月14日に全線が廃止された。鶴木駅にて、北陸鉄道石川線の野町駅方面への直通運転が行われていた。原則。 鶴木から新寺来館の船内折り返しだったものが、石川線への直通運転が開始されたのは1949年6月21日のダイヤ改正時からで、この時は石川線直通が原則で約50分間隔。1953年11月1日には急行電車が設定され、1959年9月の時点では、白木区町から新寺来館が、 約60分間隔、この間に、鶴剣から新寺井間の区間運転が入り、のみ線内は、おおむね30の60分間隔の運転となっていた。このほか、白木区町辰野口温泉間、辰野口温泉から新寺井間などの区間、運転列車も設定されていた。1970年4月1日以降は、日中の運行が休止されて、バス代行となり、廃止時点では、 辰野口温泉駅のみ、交換可能、朝6時より10時までは約40分間隔、15時より21時までは約90分間隔の運行であった。1922年、辰野口温泉、湯野谷高線、辰野口競馬場への観光の利便性向上及び、九谷焼の原料、九谷焼そのものの輸送を目的とし、 寺井の村の地主にして、九谷焼商の酒井香織を総代に29名が、発起人となり、免許を申請。この発起人には、根上がり村長の森木平や、寺井の村長で、石川県九谷焼当時機動業組合連合会会長の石崎茂げも名を連ねていた。計画当初は、期間 762mm の蒸気鉄道として、石川鉄道より、 改めきされ不要になった蒸気機関車を譲り受ける予定であったが、機関線6 7 m m の電気鉄道に改め、翌1923年1月に鉄道大臣から認可を受け、同年9月に資本金60万円でのみ電気鉄道株式会社を設立し、工事が開始された。起点となった値上がり村からは、設立目的からもわかる通り、 積極的な姿勢ではなく3名のみしか発起人がおらず、一部地区では反対活動が行われるに至り、開通が遅れ、1925年中に新寺井から新剣館が開通となった。ところが新剣開通前後から重役館で紛争が勃発した。神田重義が主導権を握るべく小川徳三郎と結託し、坂井香織の追放を図った。 これに対し酒井は神田を不正の疑いありとして、国訴し神田は1925年12月、収監されることになった。間もなく、保釈になった神田は、翌年8月の株主総会で酒井を追放して、社長に就任し役員を半減させたのである。ところがその後も、神田は小川廃除を図ったことから、役員は神田派小川派に分かれたがいに総会を開き、 解任決議を出す騒ぎとなり、法廷に持ち込まれることになった。1928年1月に、金沢地裁の調停により和解をすることになったが、第2期工事は遅れ1924年に、不設免許状が下付された小松町までの延長線は、小松から剣に計画を変更し、1931年に、天狗山トンネルと手っ取り川鉄橋工事に着手して、 翌年に1月、鶴木まで開通となった。また、林光義経営の青小松間の旅客自動車運輸事業を譲り受け、1935年4月27日に認可を得るとのみ電バスを設立し、小松へ進出した。このバス事業は、金沢電気軌動場都市には5路線を保有していた。その後、1939年6月17日の、 臨時株主総会で685,561円一銭で、金沢電気軌道に譲渡することを決議した。また、飲み電バスも譲渡されることになった。駅名及び、所在地は、廃止時点のもの。全駅石川県に所在。本寺来駅寺井西口駅間で小松市を通っていた。飲み電商家という商家が存在する。1932年頃に、 タ野口町教育長も務めた山崎誠一が、作詞し、鉄道昇華のメロディーで歌われた。10番からなる歌詞には新寺井から剣まで、のみ線全域の名の他に手っ取川、寺井の国道の松並木、九谷焼、湯野屋の高線場、タ野口のチの筒天狗山の岩壁などの名所も盛り込まれている。北陸鉄道のみ線の軌道跡地の一部は、のみ市の指導となっており、 健康ロードとして整備され通学路や散歩道として利用されている。特に木丸町から氷釜町までの区間は、競歩の日本代表選手が練習合宿に利用する場所になっている。飲み市では、飲み線開通100年と廃線45年、さらに飲み市制20周年が重なる2025年を目標に、白山市内にある本鶴木駅と鶴木駅を除く。 岩本駅から天狗橋までの 16km をウォーキングコースとし、各駅に駅名看板を設置するとともに、歩行の目安になるよう駅の間の距離数などの表示を行って整備する方針である。ありがとうございます。